こんにちは。シニアボランティア経験を生かす会です。私どもは中央区において、過去に、小中学校の出前講座とか、それから、サザランドの留学交換留学生のための通訳とかをなどやりまして、現在はカンボジア、ミャンマーに大勢といいますか、さ、2人ずつ3人ずつということを派遣しております。皆さん、今コロナで大変な時期、カンボジアの人も、ミャンマーの方も帰れない、来れないということがいっぱいいらっしゃいまして、今現在は、ネットで、事業をしているような状態です。私どもはこれからコロナが収まったらまた向こうに行って活躍したいと思っております。はい、私はこの団体から派遣されまして、2017年の8月から、約半年、ミャンマーの人材派遣会社が行っている日本語アカデミーで日本語を教えてきました。そして私の後には後任としては、やはりこの団体から奥谷典子さんが派遣されました。で、向こうで、どんな生徒に日本語を教えているかといいますと、生徒の種類もいろいろで、一つは介護士として日本の介護施設に来る生徒たち、それからもう一つは向こうの大学、工業系の大学を卒業しまして、かなり専門的な知識を持って日本の会社に来る人、それからもう一つはもう少し単純な労働で日本に来る人、そういう人たちがいますけれども、その人たちのクラスを受け持つと同時に、先生たちの指導もいたしました。私がいた時にはそうですね、その学校に120〜130人の生徒がいまして、先生方もミャンマー人が10人ぐらいいました。そして、その中で日本語を教えてきたんですけれども、こういうコロナの状況で今はリモートで向こうの人たちに日本語を教えております。とても大勢の人がこの、プロジェクトには関わっていまして、そうですね、やっぱり20人近くの日本人がそういうサポートをしております。そのまたね、カンボジアにも私どもの先輩になられる藤谷さんという方がいらっしゃいまして、その方の教え子の教え子という方がカンボジアのプノンペンで、人材派遣の仕事をやっていらっしゃいます。その方のお世話で私も森さんと小葉さんという方が去年の5月まで派遣されておりました。それで今現在日本において先ほどの松田さんがおっしゃられた同じようにリモートで支援をしております。どうぞ皆さん、私たちに力を貸してください。行きたい人、行かせたい人いっぱいいます。私たちに力を貸してください。よろしくお願いします。それから向こうから派遣されてきて中央区で働くような介護士とかそういう人たちに会うことがありましたら、そういうようなことでこちらに来ていますので、どうぞ温かく迎えて、ここ日本で働きやすいようにご協力をお願いいたします。じゃあ
これで、ね、私ももう頑張ります。まだ若いです頑張りますから、皆さんもよろしくお手伝いしてください。力貸してください。よろしくお願いします。